みんな待たせたな。ついにビジョンプロが神機種となる時がやってきた。先日ビジョンプロが日本国内発売決定ということで発表がありました。それと同時にビジョンプロのアップデートがいくつかありました。そちら動画上げました。その中に画像を立体化して空間写真にするという機能がありました。自分はその時動画でこの機能は大したことがないと、そういう感じで言いました。わざわざビジョンプロをかぶってまでこうね見るかっていうとちょっと微妙な機能かな。なぜならすでに動画を立体的にできるソフトは存在するからです。なので自分は甘く見ていました。しかしアップルさん大変申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げます。アップルさん、我々男たちに希望の光を見せてくれたんですね。自分このアップデートが入って試してみました。もうその瞬間にね、これまでビジョンプロエロの道は真っ暗闇に真っ暗闇の中にありました。ただ一筋の光がねこの瞬間見えてきたんですよ。ちょっとこれをね今回ねお伝えしたいなと思っております。この機能、画像を空間写真に変換する機能でした。 VisionOS2 から使えるということだったんですけど、無事ですね VisionOS2 のデベロッパーベータに今アップデートすることができました。そうすることでこの写真を開いて画像を選択します。そうするとですねこの左上に立体なんか箱のマークがあります。ここを押すとこのような形で今このタイで撮ったちょっと写真なんですけども、もう3秒から5秒ぐらいですかね、この通り立体写真に変換されるわけなんですね。おそらくこれ動画で見るとですねちょっと立体的になっているというのがわからないと思うんですよね。この窓と奥の2面構成になっていて、ここがこのようにずれて表示しているっていうように見えていると思うんですけど、ちゃんとですねここの手前の人とか、奥のあの銅像とかもう全部立体的に見えてます。この窓があってその奥に、まあ、世界が広がっているみたいな形で見えてますね。これは通常通り空間ビデオもそのような形でした。こちらねサンフランシスコで撮った空間ビデオ、これ iPhone で撮ったんですけど、まあ、これは動画なんですけども、まあ、写真と同じような立体感で、まあ、見ることが、まあ、空間ビデオというのはそのような立体的な表現ということですね。まあ、これはこれでですねかなり、まあ、リアリティあります。もう全然平面で見るより全く見返しててですね、思い出が平面で撮ってる時よりかなり鮮明にね蘇るっていう、まあ、イメージですね。ただ VR180 と比べると、まあ、窓だけの表現ですし飛び出てきませんので、ここより手前に何か物がこう飛び出てくるっていうことはありません。全体的にこう視界の大部分をこう空間ビデオにもできるんですけど、まあ、これはですね動画によってはかなりリアルに見えるかもしれないんですけど、まあ、基本的にこのような形で見た方が、まあ、相性がいいという感じです。まあ、この辺も全部ですねこの手前のハンバーガーと奥の、ね、人たちとの奥行きがかなりすごいもうダイレクトで 3D で見えてますので、視覚的にそのように見えます。まあ、これがですね空間ビデオ、まあ、空間写真も同じなんですけど、まあ、そういうものです。そして今回のリリースされたのが平面写真をワンクリックで立体的にできるというものなんですね。まあ、このようにですねこれもタイで撮ったやつなんですけど、まあ、かき氷とかねこう美味しそうだなと、あこれペットとかかなり相性がいいんですよね。素晴らしいですこれ、うん、あ可愛いですねこれ、こういう感じで、うん、あはいはいはい、カウボーイね、そうカウボーイね、はいはいはい、あレインボー4ね、はい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 っていう感じで、あこれはですね VR チャットので撮った写真なんですけど、これもですね結構リアルに、あこれも平面の写真を空間ビデオで立体視にこう変換したものを見れます。今、まあ、これはかなり相性いいです。 VR チャットの写真このように広げるとですね、広げてこう近づくとかなり視界全体が
覆われるので VR チャットで見た時とかなり感覚は似てますね。ただまあ周りはうっすらこう現実世界に見えるんですけどね、かなり相性はいいですね。平面な状態でおそらく AI か何かでこの手前にあるもの奥にあるものを判断してこう立体しているという状態です。まあここまではですね、空間写真空間ビデオの通常のたしなみ方だと思うんですよね。自分ももうここまでしか空間ビデオでもですね、あの通常の風景であるとかっていうのを見るぐらいしかやっていませんでした。この空間ビデオこういう遠くの風景を映すよりこの目の前にある人物とかを映した方が立体感が出ますし、かなり相性がいいのではないかと思っていました。ただモデルになってくれる人もいませんし、なかなか試す機会がなかったんですよね。ところがですね、この画像を空間写真に変換できるこの方法が出てきたことで、どういったことができるか、もうネット上に存在する女性のあらゆる写真を空間ビデオで見ることができるようになったんですよね。ここまで頭は回りませんでしたね。自分これ一発目見てみたらですね、まさかここまで相性が良かったとは思わなかったですね。やはりね、これはエロは技術で進化するんだということをでも一瞬で察しましたね。これはもう、まあ、ちょっと今回はですね、まあ、これ AI で生成した写真バーっとこれ入れてみました。はい、さすがにね、誰か人物特定の人をやるわけにはいかないので、このようにですね、まあ可愛いのでね、まあいいと思うんですよ。これチャット GPT で作ったんですけど、結構ねいい感じでねこう生成できたかなと思うんですけども、これをですね、まあ見て、まあ見てでこれですね、これ動画でちょっと伝わらないのが本当に残念だなと思うんですけどね、まあ、クエストシリーズでも空間ビデオ見れるんですけどね、ビジョンプロとのこの見え方のなんかリアリティっていうのがねちょっと違っていたんですよね。ビジョンプロの方が結構いい感じに見えるんですよ、空間ビデオに関しては。なのでこれビジョンプロをつけて体験しないとちょっと伝わらないかなっていうのがあると思うんですけど、ちょっと伝えきれるように頑張ります。まあこれすでにね全部空間写真に変換してるんですけどね、これはね、まあ、平面で見る、これ今平面にしてるんですけど、だからやっぱりねただの美女の写真だなっていう感じなんですよね。これを空間写真に変換した瞬間にもうね明らかに存在感が増すんですよね。これね、だから VR180 体験したことがある人は共感してくれると思うんですけどね、明らかに違うじゃないですか VR ビデオと平面の動画っていうのは。まあ、それぐらいね写真、平面の写真と空間写真の違いはありますね。まあ8割ぐらいはあるかなと。まあ、VR180 の方が視界全体覆ってますからかなりリアルなんですけど、8割7割ぐらいはあるかなっていうぐらいにはリアルに見えるんですよ。まあ、具体的に言うとですね、この目線がですね違うんですよ。この自分を見てくれてる感をすごい感じます。もうね、存在感を感じるんですよね。めちゃくちゃ可愛いですね、これね。もうこのフレームの奥にね、いるんですよね、これ。ちょっと手が、手を伸ばすとこうね、なんか透明になったりして、ちょっと残念なんですけど、ビジョンプロね。あ、でも、触ってる感あるんだけど、ちょっとね、これ。はぁ、この奥にあるとね、ちょっと透明になるんですよね、前後関係表現するためにね。あぁ、触ってる感あるな、でもこれ。いや下の方が途切れてね生成されちゃったからさ、これはすごいな。こんで、まあフレームの大きさ的にはこのぐらいですかね、このぐらいのサイズ、そして横がこのぐらい、このぐらいのサイズ、このぐらいのサイズで、まあ今ね表あの出してるんですよ。このサイズはですね、一応この手前にあると、まあ、小さくなったりとか、奥にあるとかなり、ね、テレビ以上の大きさになったりとかするんですけど、今自分からの距離としてここにあるんですけど、ここにある状態で大きくするっていうのがどうやらできないんですよね。このウィンドウの右下を見るとこう大きくできるんですけどね、あのブラウザとかだと。これはできないっぽいんですよね。なのでも荒技としてちょっと
離れて自分が見たい位置にこうウィンドウ合わせといて自分が近づいていく。こうするとめちゃくちゃ今でかく見えてます。視界全体女性みたいな感じで見える。あだからこの顔写真だとすごいね顔が大きく見えるので、まあ、この女性の大きさと現実世界の大きさっていうのをこう合わせていくとかなりいい感じに見えるんですよね。このくらいの距離だともう等身大に見えるので本当にね、いや存在感あるんだよなこれ。いやこれすごいわ。いやまマジですごいぞこれ。いやこれね空間写真を甘く見てたね本当に。ここもさ寝転んでやるとかこうやるとさ、うわちょっと待ってこれすっごい、自分のソファーに寝転んでるもん。美女が美女寝転んでるもんね。いやいやいや、こうしたらあちょっと拡大されるからこの辺にちょっと小さめ表示してもうちょい小さくか このぐらいを小さくして、ああなんということだ。美女が寝ている、美女が寝ているよ。いやこれはねちょっとマジ未来を感じるんだよな。でもこのぐらいの小ささでも これね自分がねこう動くとね 奥行きがねこうグッと動くのでこれもまたね奥行きをすごい感じるんですよね。いやこれはちょっとめちゃくちゃ美人すぎだろこれいや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 、おうわっこれすごいな。これ縦がいいかもね。あ縦いいかも。うわええちょっと飛び出て見えるな。ちょっとだけ飛び出て見えるこの写真。あやっぱこのこれがいいな。すごいな。これだからもともと 2D の写真からこれ作ってますからね。ただやっぱりこの紙の縁とか若干ですけど崩壊している部分はね見えるには見えるんですけどかなり精度高く立体されてますね。若干こう二重に見えてこれ変換うまくこう 100% しきれているわけではないんですけどこの肩のね境界線のところここがちょっと二重には見えるんですけど、まあ、全然ですね、はい、夜のお供に使う分にはもう申し分ないレベルでもう変換しきれますね。あめっちゃ可愛いじゃんこれね。可愛いですね。あちょっとこれ谷間もねこれ頑張ってこれ変換したんですよね。チャット GPT でここまでチャット GPT でいけるんだみたいなね、こういろいろちょっと変えてみたりとかね。いやーすーごいこれ。うわーはい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 、あちょっと手がすぎた。いやすげーよこれ。やっぱねこのねちょっと今これサイズ感が微妙だったのでなんかこの辺をねもうちょっとうまくね調整できるようにしてくださいね。アップルさんお願いします。まあこれ本当にコツとしてはねこの人物のサイズ感をちゃんといいところに合わせる。そうするとかなりリアルに見えますね。これが一番リアルだな。なんかなんでか知らないけど常にね目線が合ってるもんこれ。すげえ。これをね将来的には多分こう壁にこう並べてもう常にこう女性がいるみたいなさ感じでねペットの写真とかこれ飾るといいじゃないですか、ね、普通の使い方もできるわけですよ。これはねちょっとね未来感じた。もうこれね初めてだからビジョンプロで実用的だなと思った。だからこれを今はねこれ保存している写真しか変換できないんですよ。まあ、例えば iPhone とかでクラウドでこっちに共有してそのまま見てワンクリックでねやっぱりね変換できるっていうのが一番いいポイントではありますよね。かなり使い勝手がいい。これも一瞬ですから本当に1、2、3、4、5秒、6秒。もうだからインスタとか見てこうパシャ、あかわいいパシャ、かわいいパシャって撮ってこれ共有したらもう一瞬でねその子と会えるわけなんですよね。
いやこれはねちょっと時代変わったよね。いずれねもう写真も動画もですよね、もう何も考えずに立体的にこうバン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 何でも全部見れるっていう状態に僕 100% なるでしょこれ、うん、でこれ出たばっかりでこれですからね。いやもうね明らかにこれはもうそうなるなって思ったもん、うん、やばいわこれ思った。このねビジョンを寝かせるのがいいわこれ、うん、すごくいいねこれ、うん、これすごくない、すごく触りたいもん、なんか頭撫でたくなるもんこれまだね気づいて少ししか経ってない状態ですから、これからどんどんねもしかするとエロに使える機能がね見つかっていくかもしれませんね、まあ、やはりこれのいいところは、あちょっと待って今気づいた、え出るじゃんこれ、今気づいた、あサイズでかくできました、すみません、あ全部できる、あ全部できるんだ、あそれならかなりサイズ感を合わせやすいですね。いやーよかったよかった、うん、またこれでね実用度が上がりましたね。ということでこれからも真摯な皆さんのためにビジョンプロの活用方法を探してまいります。なのでチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。また次回の真摯な時間まで。